今回はジョジョの空城ジョータローとスタープラチナを各部ごとに比較してみたぜ。早速ジョータローが初登場する第3部から、スタープラチナの発言部分から解説していくわよ。皆さんご存知の通り、第3部ではジョータローは主人公。年齢は17歳で、現役高校生よ。初登場をした場所は、なんと刑務所の留置場だった。いきなり読者にすごいインパクトを与えてきたわね。ジョータローは自ら留置場に入ったんだったが、それは自分が悪霊に取り憑かれたと思い込んでいたからだった。ジョータローは俺の後ろに何かいるという、その何かのことを、ジョータローは悪霊と呼んでいたわ。悪霊は、喧嘩の時にジョータローが止めるのも聞かずに相手をボコボコにしてしまったらしい。ジョータローは悪霊がいることを母親の堀井さんと警官たちに証明してみせるために、なんと、自分のこめかみをめがけて銃を撃ち放った。しかしその弾はジョータローの頭を撃ち抜く前に停止した。堀井さんたちには見えなかったが、悪霊の指がジョータローを撃ち抜く直前で止めていたの。ジョータローは知らなかったが、この悪霊こそがスタンドのことだったんだぜ。そう教えてくれたのは、ジョータローの祖父であるジョセフ・ジョースターだったわ。ジョセフを刑務所に呼んだのは堀井さんだ。あまりにもジョータローが留置場から出てこなくて参ってしまった堀井さんは、この状況を相談するためにアメリカから父親のジョセフを呼び出してきてもらったんだぜ。ジョセフが言うには、スタンドとは持ち主である本体の生命エネルギーが作り出す、パワーのある像のことなんだって。その姿はまるで守護霊みたいだよな。なぜジョータローの身に突如スタンドが発言したのかというと、それはジョータローの先祖であるジョナサン・ジョースターに関わることだったの。ジョナサン・ジョースターは第一部の主人公。この第一部で、ジョナサンは世界征服を企むディオを倒したはずだった。でも、ディオは第三部になって復活を果たしてしまう。ちなみに、第一部から第三部の間には100年の時が流れているわよ。ジョセフは推測だが、ディオはジョナサンの体を奪って生き延びていたという。第一部の最後で、ディオはジョナサンに道連れにされる形で死亡したからな。戦いの果てに首だけになったディオをジョナサンは抱きかかえながら、自分の乗っていた船と自爆したの。で、復活したディオの首から下がジョナサンの体ということになるんだが、血縁者ゆえに、ジョナサンの体とジョセフやジョータローは見えない糸で繋がっているという。ジョナサンの体を奪って復活したディオの存在が、ジョータローのスタンドを呼び覚ましたんだとさ。そんなジョータローのスタンドはスタープラチナ。スタープラチナの特徴はとにかくすごいパワーとスピードで、全スタンドの中でも最強だと言われているくらいだぜ。攻撃のラッシュを叩き込む時のオラオラの叫び、通称オラオララッシュは有名よね。数々の戦いをこのラッシュで切り抜けてきたよな。そんなスタープラチナを従えて、ジョータローはディオを倒す旅に出ることになるわよ。ディオが復活して影響を受けたのはジョータローだけではなく、同じくジョースター家の血脈であるホリーさんもまた、その身にスタンドを発言させてしまったんだ。でも、穏やかな性格のホリーさんはスタンドを制御する力を持っていなくて、逆に自分自身のスタンドにコントロールを奪われて寝込んでしまうの。これは命に関わるほどのことだぜ。ホリーさんを救うには、ディオを倒してこの呪縛を解き放つしかないとジョセフは言ったわ。そこからディオがいるエジプトへと、ジョータロウたちの長い旅が始まるぜ。ディオの方もじっとしているわけではなく、ジョータロウたちが向かう先々では、自分に忠実な刺客を次々に送り込んできたわよ。でも、それもいつもジョータローや仲間のスタンドで返り討ちにされている。スタープラチナが強いのは、さっきも言ったパワーとスピードの凄さもそうだけど、ジョータロー自身の柔軟な発想力もあってこそなのよ。なんか、どうもスタープラチナは肺活量もすごいようで、霧の姿を持つジャスティスのスタンドと戦った時は、スタープラチナで思い切り吸い込んで倒していた。相手は霧そのものだから、殴る攻撃は一切通用しない。だったら吸ってやろうって発想は、凡人じゃなかなか出てこないわよね。こんな感じで、第3部のジョータローは自分のスタープラチナのスペックがどれだけ高いかを理解しつつ、柔軟な発想力で何人もの敵を相手にして勝利してきたんだ。そしてついに、第3部の終盤ではディオと対面する。ディオのスタンドは時を止める能力を持つザ・ワールド。強力すぎる能力がゆえに、ジョータローは仲間の家教員を失うほどまで追い詰められてしまったわ。ところがどっこい、ディオと戦っているうちに、なんとジョータローまでもが時間を止められるようになる。これはディオとジョータローのスタンドのタイプが同じだからなんだって。そのため、ジョータローはディオが投げてきたロードローラー攻撃も、2秒ほど時間を止めることで回避することができた。最後はシンプルにスタンド同士の力のぶつけ合いで決着をつけることになるわ。そして、スタープラチナの方がザ・ワールドの体を打ち砕いたぜ。これで完全に勝利はジョータローのもの。過酷な旅の中、ジョータローは仲間の命も見取ってきた。失うものも大きかったが、それでも全てを終えた後は、日本のホリーさんの元へ帰る。無事ディオをやっつけられたから、ホリーさんも大復活したわよ。第3部のジョータローの活躍はここまで。
じゃあ、ここからは第4部のジョータロウとスタープラチナの解説ね。第3部から約10年後の第4部では、ジョータロウは28歳になったぞ。物語の冒頭で、ジョータロウは第4部の主人公東方ジョウスケの住む森王朝を訪れるの。ジョセフの隠し子であったジョウスケに、いずれはタルイさんの話をしに来たのだったが、それをきっかけに、森王朝に潜むスタンド使いの殺人鬼たちとも立ち向かっていくことになるぜ。第4部のスタープラチナは時を止める能力を手に入れたため、スタープラチナザワールドと名乗っている時もあるわね。第4部の冒頭では、実に10年ぶりに 0.5 秒だけ時を止めれたぜと言っていた。それでも徐々にやり方の感覚を取り戻していったようで、時を止めて戦う機会もちょこちょこあったわよ。スタープラチナのパワーやスピードも相変わらずの強さを誇っていたぜ。ジョータロウ自身も第3部から年や経験を重ねたことで洞察力が鋭くなっているという点で、人生やスタンドの先輩としてジョースケたちからも一目置かれているぞ。第4部で一番最初の敵であるアンジェロや、森王朝に来る際に、年老いたジョセフが尾と石明から狙われていた時は、どちらかというとスタンドバトルはジョースケや奥安といった第4部のキャラに任せがちだった。が、シゲチーを殺害したキラヨシカゲの正体を追う際には、久しぶりにスタープラチナとの活躍を見せてくれるぜ。まだ味方の誰もシゲチーを殺したキラの顔や素性を知らなかった時、ジョータロウとコウイチはシゲチーが残したキラのスーツのボタンを持って洋服の仕立て直しの店を訪れる。そこにはすでに、キラヨシカゲが先回りして隠れていた。自分もなくしたボタンを気にかけて店に来ていたみたいね。キラはスタンドシアーハートアタックで攻撃を仕掛けてくる。シアーハートアタックは熱を感知して、標的の相手を爆破するまで自動操縦で動くスタンド。こいつの装甲がとにかく頑丈で、あの最強と呼ばれるスタープラチナが、3ページに及ぶオラオララッシュを全力でぶちかましても、全くダメージを与えられなかったという。そんな強力なスタンドとこうして戦うことになっても、ジョータロウは決してひるむことなく、冷静さを保ちつつ果敢に立ち向かっていくぜ。コウイチは自分のスタンドエコーズにキラの本体を追わせていた。そのため、シアーハートアタックに狙われた際、エコーズで身を守ることができなかった。その時、ジョータロウはコウイチをかばって大負傷してしまう。ジョータロウは自分のそばで火を起こし、その熱をシアーハートアタックに感知させたんだ。そうすれば攻撃を受けるのはジョータロウの方だからな。気を失ってしまうジョータロウだったけど、その後コウイチがキラを追いかけているうちに目を覚ます。コウイチとキラの元までたどり着いたジョータロウは、傷が癒えきらないままの状態であったが、それでも最速のスピードを持つスタープラチナで、キラに攻撃の隙を与える間もなく、あっという間にオラオララッシュで肩をつけてしまうぜ。その後はジョウスケと奥安もその場に駆けつけてくれるんだけど、結局ここではキラには逃げられてしまうの。次にキラと対面するのは、第4部のラストバトルの時だ。キラが救急隊員の女性を利用してバイザーダストを発動しようとした時に、ジョータロウは時間を止めてそれを阻止、その後オラオララッシュでキラを吹っ飛ばしたわよ。第4部の主人公であるジョウスケを差し置いて、ラスボスをやっつけちゃったんだ。キラの魂が消え去った後はジョセフと共に森王朝を後にするんだけど、他にもキラのようなスタンド使いがこの街にいるかもしれないことを心配していたわね。それでも、黄金の精神を持つジョウスケたちが森王朝にいる限りは大丈夫だとジョセフに諭され、二人は船で帰っていくんだぜ。ということで、第4部はここまで。次は第5部のジョータロウとスタープラチナに行くぜ。と言っても第5部でジョータロウが登場するのは本当に最初だけだから短いんだけど、解説するわね。第5部の舞台は第4部から3年後である2001年。31歳になったジョータロウはコウイチに、イタリアに行ってジョルノ・ジョバーナの皮膚を少し採取してきてほしいと依頼。ジョルノはディオの息子だったから、その調査のためにだったな。コウイチはジョルノに接触することはできたけど、あろうことか、ジョルノに手持ちのお金をすべてすられてしまうわよ。コウイチはジョータロウに電話をかける。お金がないから相手の支払いになるコレクトコールでね。ジョータロウはすぐに送金すると返事していた。とまあ、第5部のジョータロウの出番はこれだけで、その後は一切物語に登場しないわよ。スタープラチナなんて、一コマも登場しないよな。第5部ではどんな感じになっていたか、ちょっと知りたかったわね。というわけで、もう次に行っちゃうな。ここからは第6部のジョータロウとスタープラチナよ。第6部の時代設定は2011年で、ジョータロウは40歳になる。第6部の主人公である空城ジョリーンはジョータロウの娘であるが、妻とはすでに離婚してしまっているわ。これは奥さんや娘のジョリーンを、自分のディオとの因縁などによる危険な状況から距離を置くことで守ろうとした結果みたいね。無実の罪で捕まったジョリーンを救い出すために刑務所に現れるぞ。刑務所にはあくまで面会という体裁をとってな。二人で脱獄を試みるけど、ジョータロウはプッチ神父のスタンドホワイトスネークの能力によってディスクを奪われてしまうの。
ディスクを奪われると仮死状態になってしまうわよ。ジョリーンは刑務所に来ていた脱獄用の潜水艦にジョータロウを乗せ、スピードワゴン財団に保護してもらい、自分はジョータロウのディスクの奪回に奮闘を始める。その後はディスクを見つけて奪い返すことはできたけど、ジョータロウが第6部の物語で再び活躍するのは本当にラストの方になるわよ。復活したジョータロウはここまで苦難を乗り越えてきたジョリーンに成長したなと声をかけたり、ジョリーンに惚れているアナスイからジョリーンを嫁にくださいと言われた時は、無言ではありながらジョリーンを自分の元に引き寄せ拒否の意思を見せたように、ジョリーンのことを思う様子が感じられたな。第6部のラストは、エンポリオ以外の主要キャラは全員死亡するというショックが大きい展開になっているんだけど、そのため、例に漏れることなくジョータロウも死亡してしまうわ。それは、プッチが投げた無数のナイフをジョリーンからかばったためだった。最初の方でディスクを奪われた時も、ジョン・ガリエイの弾丸からジョリーンをかばった隙にやられたんだぜ。親になったことで、娘という弱点ができてしまった点をまんまと見透かされ利用されたんだ。スタープラチナの時を止められる時間だけど、第6部の終盤では5秒ほどだったわよ。プッチの進化したスタンドメイドインヘブンは、加速した時の中でプッチの身が正常に動けるというもの。これによって次々攻撃を放ってくるプッチに対し、時を止められるのが5秒では抵抗などできなかった。まさかジョジョシリーズの主人公代表といえるジョータロウが死んでしまうなんて、誰も想像できなかったよな。そういえば、スタープラチナの風貌はジョジョの部をまたぐごとに痩せ細っていっているわよね。それは原作者の荒木博彦先生の絵柄の変化によるものなんだろうが、ジョータロウが年齢を重ねるにつれ、スタープラチナも少しずつパワーを落としていっているという考察もできるかもしれない。最強のスタンドであるスタープラチナも、本体のジョータロウの高齢化には逆らえないということかもね。こんなところかな。ってことで、今回の解説はここまでだぜ。これからもこんな感じでジョジョの動画を上げていくから、よかったらいいねやチャンネル登録をしてくれると嬉しいな。それじゃあ、また次の動画で会おうぜ。アリーベデルチ。